ノベーションアワードの最終選考会並びに表彰式を迎えることができました。対して群馬県が、ブランドとして、さらに魅力ある土地になるんじゃないかなというふうに考えました。群馬愛っていうところにね、ちょっとキーワードを置きながら、はい、審査というかちょっとおこがましいんですけども、そして交換された情報はそれぞれのもとに紹介として返ってきます。約30年で数値が3倍以上も増加していることが分かります。高卒で就職するにはいい職場がなく収入が不安。上の2つについて考えて見ていきたいと思います。お力自体がくるくると回って縦糸をかけてしまい、あっという間お好きなパンを選んで、お好きな野菜をサンドして、お好きなソース。未来の新防災素材フルシェッターでございます。桐生は渡良瀬川と桐生川、二つの清流が交わる。高校生部門の入賞は都内実業高校生物。初めて生メンチを知ったという人も多いと思うんですけど、ぜひこの機会に沼田に来て食べてもらいたいと思います。そしてこの、高層ビジネスをするきっかけになりましたのが、株式会社アドテックス代表取締役佐藤博さんです。スタートの時にですね、このような素晴らしい賞をいただいたこと大変感謝しております。皆さんのおかげでございます。お世話になるような、そういったもしもの時に使われる、カードでございます。全てのことは妄想から始まって、妄想を言葉に出せば約束になるし、紙に書けば企画書になる、そんなもんなんだろうと思います。これが次世代型デイサービス、名付けて日高デイトレセンターです。群馬イノベーションアワード2013、大賞は株式会社 MWS 日高代表取締役の北島文隆さんです。コメントを用意していませんでした。これからもですね、頑張って何かやっていくと、地道にやっていけば何かこう認められるんだなということを感じました。群馬からですね、